え、いつぶりですか配信。ちょっとすんごい久しぶりな気がする。なんかさ、ショールームにログインが全然できなくてびっくりした。こんばんは。今日お話し会でファンの人にショールームやってないよねってお話になって、あ、そういえば全然やってないと思って、卒業発表した時ぶりぐらいかな、久しぶりにやってみました。切り抜きとかはちょっとあんま嫌いなので、やめてねってコメントを固定しておいたので、きっと大丈夫なはず。こんにちは、こんばんは、皆さん元気でしたか。ありがとうね、みんなギフトとかもとても嬉しいたんでございます。なんこれ、ちょっと全然わかんねえ、なんか新しい機能で、ああよくわかんねえ。こんばんは。なんか特に話したいこととかはないんだけど、あ、でもそのオンラインお話し会が明日で最後なんですよね。ビクリだにー、こんばんは、やっほー。きっとさ、中には私がショールームをやらなすぎてさ、みなみのショールームが初見っていう人もきっといるよね。いや、これ T シャツは歌のプリンス様の、あの篠宮夏樹くんの T シャツです。やっほー。やばい、なんかバグったんだけど。旦那 T ね、はい、大正解ちょっと久しぶりのショールームすぎて、うわ、直樹くん、ひゃー、なにこれ、金色のタワー、あれ、黄金ですな。ありがとうございます、嬉しい。握手会はね、今月末かな。まさまささん、タコタワーかなこれは。ありがとうございます、金ピカピカピカ、嬉しい、ありがとうございます。でもその今月末の握手会はもう全部受付終了してしまっていて、ありがたいことに完売してるので、なんか全然実感がないですね、自分の卒業の。あ、まだオンライン話しかやってるのか。え、ミスったかな、配信する時間やばい。まあいっか、もう卒業だしいつ卒業なの。6月末かな。まあ、あの公式を見てくださればわかるので、ブログとかその辺を見ていただいて。最近はなんかでも卒業するから、あの公演になるべくたくさん出たいですって言ってます。だから5月はね、割と出てる方な気がする。公演にいつもに比べたら、いつも4月は1回とかしか出てないから。こんばんは、やっほー。劇場の壁に落書きはしてない、何のことだ。なんだろう、さとみさん卒業決まってからどんどん、え、なってない、どんどん太ってるんですよ。逆にちょっと本当に焦り始めてて、今はもうショールームの加工に頼ってるけど、ちょっとよろしくない、
全然綺麗にはなってない。ちょっと本気でダイエットを始めないと。白くなったね。あ、フィルターですね。アイドルの太ってるは太ってない説で、私の太ってるはね本当に太ってるんだよね。なんかここにシゲキックスがあるから食べちゃおう。もち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 、やばい、酸っぱい。ショールームはねやらないと思います。卒業したらわかんない何がいいかな。配信アプリってさ何が今熱いんだろう。 TikTok ライブかな。このアカウントはね AKB 卒業したらどうだろう、消滅させるかな。え、ショールーム本当に多分あの卒業発表をした日とかその次の日とかにやったぐらいぶりじゃない。インスタライブとかそうね。私がさあんま、あ、すごい喉の音鳴った。あんま私が生配信系得意じゃないからさ、こういうショールームとか、あ、ツイッターとかインスタとか TikTok とかはそのまま続けます。芸能を辞めるわけじゃないからアカウントはそのまま使います。え、ちょっと美味しいかもこれ、酸っぱいけど。けど卒業してちょっとしたら多分 AKB だった時の投稿はわかんない。 Twitter はちょっとめんどくさいんだけど、インスタはもしかしたら全部消すかもしれません。え、グミは OK じゃない。これだってカロリーそんなない、低い低い。アカウントは消さない。写真とか投稿、これまでの投稿を消すかもみたいな。いや契約の関係、いやよくわかんないんだけど、その辺の説明を受けてないからわかんない。残して多分残してていいのだろうけど、卒業のドレスの写真とか以外はなんとなく私が残してたくないからっていう理由で消すかも。インスタは写真を、ツイッターはちょっと消すのめんどくさいから。リセットしたいですね、ちょっと恥ずかしいから。ねえ、卒業ドレス楽しみだな。どんなのになるかな。TikTok も消すかも、動画卒業したら。恥ずかしいから。いや分からない、ちょっとそこは分からないけど、まあ、Twitter はねもう消すのが本当に大変だし、 Twitter は多分仕方なく残しておくかみたいな感じになると思うけど、インスタとか TikTok とかに関しては投稿はおそらく消すかな。こんばんは、配信感謝。卒業ドレスの希望はね出せます、だからこういうのがいいですって。もう希望はねだいぶ前に出した。いつぐらいに出したかな、もう4月とかには出してた気がする。
え、だってさ、みなみ3月末とかにも出してたんじゃないか。2月2日に卒業発表したから、え、そう考えるとさ、卒業発表した時期早いね、みなみ。2月2日に発表して、今のところ卒業公演が6月末か7月頭とかなんで、だいぶ早いな。そうね、6月握手、私はもう卒業公演できっぱり終わりたかったかな。握手会はないね、確かに。ドレス姿を、 AKB を卒業してからその時に着たドレスを着てイベントするとかっていうのも多分しないと思う。今のところする予定はないかな。確かに卒業ドレスを着てる姿は卒業公演しか見れないかもしれない。イベントもしやるってなっても卒業ドレスは着ないかな。なんかいつまでも AKB を引きずってる感が出るのも嫌というか、なんかそれにすがってるような自分が自分で嫌だから。 AKB をもうきっぱり卒業した日に全部、なんだろう、いい意味で潔く今までありがとうございましたって収めたいから、なんかいつまでも引きずりたくないなっていう。新しくスタートするって自分で決めたから、感謝も込めてだし、これまでの自分よりもっと大きくなるためにも、もう、なんだろう、卒業公演の日でおしまい、全部、何もかも、話題もそんなに出さないみたいな感じが自分の理想、今のとこね。けど承認欲求をこじらせるかもしれない。承認欲求をこじらせてなんか全然今言ってたことと真逆の行動をしだす可能性もまあありえるっちゃありえるので、何とも言えないんですけど、今のとこの私はそう思ってるよって感じかな。でもやっぱショールームはもうやらないかも。あんま好きじゃないんだよね、ショールームが。まずショールームはやんないかな、卒業したらもう。まあ、これまでの私の配信頻度を見ていただければわかる通りなんですけど、ショールームもやんないかな。ちょっと居心地があんま良くないから。なんだろう、私のことをさ本当に好きでいてくれてる人はさ、分かってくれてるじゃん、私の意見とか、なんだろう、考えとか、それを尊重してくれる人が多いけど、なんとなく知ってるとか、そんな深くは知らないけど知ってる程度の人がコメントで、結構そういう人の言葉、なんだろう、本当に些細な言葉だけど、そういう言葉にモヤモヤするというか、どうしてわからないんだろうってなっちゃうからショールームやんないかな。そう、なんかメンバーみんなやってるものだからこそいろんな人が見に来るじゃないですか。私のことを本当になんとなくしか知らないっていう人が見に来たりもするから、私はさ、なんだろう、アンチじゃないんですよ。なんだ、なんて言ったらいいんだろう、私のことを本当に好きでいてくれる人と楽しくお話ができればそれでいいから、ごちゃごちゃいろいろ言ってくる人が嫌いなのね。すごい、なんか、え、何々はとか、何々はどうするのとか、え、あのさみたいな、そういうことじゃないんだよみたいなコメントをしてくる人がちょっとショールームは多いなっていう印象があるから、あんま好きじゃないんだよねって。
それを切り抜きされたりするシーン。だから AKB 卒業したらショールマンやりません。やるとしたらなんだろう、理想はもう自分のなんか番組みたいな、配信番組みたいなの持つことかな。ラジオとかニコ生とか。割とそう、ツイッターのスペースとかも私は居心地がいいんだよね。そんな感じでございます。 YouTube はね、更新できる自信がないから、やってみたい気持ちはあるけどやらないかな。そう、本当にその配信番組とかラジオ、自分のラジオとか配信番組を持つっていうのが夢だったんですよ、ずっと AKB にいる時とか。もういる時っていうか、まあ今もいるんだけど。だからちょっとね、そういうのもできたらいいなって思いますね。楽しそう。卒業までもあと1ヶ月ちょいってことで、全然実感がない本当に。でも明日でオンラインは本当にラスト。いや、オンラインラストなんだって思っちゃった。今日来てくださった方で今日がラストっていう方もいて、なんか寂しいなって思ったけど、寂しいけど最後の気がしないなってすっごい思った、やってて。けどもう最後ってことでね、みんなにも私にも悔いの残らないようにやっていこうってことで、卒業公演は本当にもうね、みなみのことが好きだよっていう人にたくさん来てほしいですね。卒業公演は結構みなみのファンの方って私に似て声をあんまり出さない人が多いんですよ。私もさ、ライブとか行っても声出さないタイプなの。ちっちゃい声で、あ、ももひとー、ももひとー、なつきくーんくらいなの、本当に。もう自分にしか聞こえてないような声量で、声を出すタイプだから。私に似てそういう方が多いのか、あんまりね声を出す方がいないんですよ、私のファンの方って。だから卒業公演はもう改装工事前に劇場にひびを入れるぐらいの声量で声をたくさん出していただけたら嬉しいなって。だから今からもう、通常公演当たった人はもう今から発声練習とバナレってことで、いっぱい声を出してください。最後にバカでっかいでっけえ声聞かせてください、私に割れるぐらいの、ここ東京ドームかなって思うぐらいの。日本柱に日々入るぐらいよろしくお願いします。楽しみにしてますよ。
私がひまわりチャレンジ間違ったら大笑いしてください。でもなんか本当にいい時期に卒業するなって思った。私改修工事前で、まあいろいろ状況とかも考えたら、いい時期だなと思いましたよ。やばい、これ美味しいんだけど、これシゲキックス、やみつきの酸っぱさレモン。なんかさ、シゲキックス好きなんだよね、ちっちゃい時から。そう、改修工事始まったらいろいろ難しいしさ、なんか今までお世話になった劇場で卒業公演できないっていうのが嫌だったから、買ってきて。これリビングに落ちてたやつだからさ、どこに映るのか分かんないんだよな。コンビニかな。T シャツは何着てるの？篠宮夏樹くんの T シャツ、なんか後ろが可愛いんだよ。ほら見て、見える？全然見えないな。シャララ銀河の産声って書いてあるの。ちょっとほらピオちゃん、月にピオちゃんの顔が書いてあったり。歌のプリンス様の篠宮夏樹くんの T シャツ、これはライブのやつだね。あの1個前の 3D ライブのやつ。夏樹くん、私は篠宮夏樹くんと結婚がしたい。篠宮夏樹くんみたいな男ってどこにいるんだろう。いんのかな、この世に。いない気がすんな。ピオちゃんの歌みたいな歌プリ知らない友達に見せられて一緒に歌った。ピーヨ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 ちゃん、ピーヨちゃんの卵よろしくです。ピーヨちゃんの卵発売中、美味しいですよってやつだね。それはあの夏木マジで可愛い。お元気ですか、お元気ですよ。そんな同じ言葉を返したい。お元気ですか。ピンヨ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 ちゃん、ピンヨちゃんの卵発売中。おもろいのがさ、このピヨちゃんの歌がさ、音ゲーもう今差し押しちゃったんだけどさ、歌プリの音源に収録されてたってこと。そういえばさ、今日さ、なんかずっと右足の薬指なんか痛いなって思ってたの。さっきお家帰ってきてさ、靴下脱いだらさ、靴下が紅に染まってたよね。薬指から大出血してた。めっちゃ靴ずれしちゃって、白い靴下を今日は履いていたんだけど、紅に染まった靴下でした。びっくりした、わーってなった。でも全然靴ずれで血が出てるだけなんで、ご安心を。全くあのよくありがち、人間生活してたらよくありがちなやつなんで。なんか若干痛いな、靴ずれかな、まあいっかって思ってたら、
血が出ててびっくり。これないに染まってたわ。くれないに染まった俺の靴下。なんかさ、ショールーム久しぶりすぎて本当に何を喋ったらいいのかわからない。何を喋ったらいいですか？何したらいいですか？なんかどうしたらいいですかね。慰めるやつはリアルにいなかった。あの一人で、あ、くれないに染まってるなって思って洗濯機に入れただけなんで、誰も慰めてくれてない。あの誰にも言ってない、家族の誰かに。靴下くれないに染まってたわって言ってないんで、慰めるやつもいなかったですね。ママ元気、ママ元気だよ。ママは毎日愉快。誰かね、ママの声もショールームで聞けなくなるかもね。犬は飼ってないですね、犬。なんかさ、ショールームをさ、親とか家族がいる前でやるのが恥ずかしくて、リビングに誰もいない時にやってるんだよね。だから静かです。テレビをつけながらやっております。アップティーの T シャツがたまに流れてくる。てかそう、あのテレ東さんでさ、新しくドラマ始まるじゃんか、 AKB の星屑テレパス出たかったなって思っちゃいましたよね。いや、ちょっと私だったら4人のメインキャラいけてた気がするなって。何を言ってんだって話ね。オーディション受けたかったんだけどさ、もう卒業するんで受けられませんでしたね。受けたかった。まさに私向きではって思ったんだけどさ、けどもう今更16期の私を起用することもないかって思ってしまった私もいた。星屑テレパス可愛い、まあ、キララ作品だから可愛いのは当たり前かって感じなんだけど、どんな感じのドラマなのか楽しみですな。本当に可愛いって思った、出たいと思ったけど全然無理だったよねって。受けたかったな、オーディション。なんかさ、でもさ、ゆきりんさんもご卒業されて言ってしまえばさ、世間の皆様がめちゃくちゃ知ってるメンバーっていうのがもういなくなってしまったわけじゃないですか。どうなってくんだろう、ドキドキって感じ。楽しみ。なんかどんな AKB になるんだろうな。
でも本当にメンバーのことを大切にしてほしい。特にあのなんだろう、若手の子をたくさん押すのもいいと思うんだけど、ずっと支えてきてくれくださってた先輩方とかいらっしゃるし、なんかみんなが幸せになる、報われるっていうのは難しいし、全員が納得する形っていうのは難しいと思うんだけど、まあ、辞める分際なので、私は辞める分際が言ったところでって感じではあるけど、運営さんもっとメンバーを大切にしてほしいな、ハートって感じ。なんだろう、でも本当にさ、世の中に平等も公平もないんだなって思いました、生きてて。私努力は必ず報われるわけでもないんだなって、7年間8年目 AKB で過ごしてきて思った。なんか私は多分他のメンバーに比べたらそんな努力とかもしてないし、もっと頑張ってる人はいっぱいいたから、なんか言えた立場ではないんだけど、報われたい時に限って報われないんだなって思った。私はなんか正直今がチャンス、ここだって時にことごとくダメだったことが多いというか、毎回そうだったから、なんかね、そう選抜にさ入んないまま卒業するのもなって思ってたんですよ、ずっと。ファンの人にさ、やっぱ晴れ舞台じゃないけど、なんか自分がスパーンって輝いてる姿をずっと応援してくださってた方に見せてから卒業したかったから、本当は。けどどのぐらいかかるんだ、もしかしたら一生無理なのではとも思ったし、なんだ AKB としてちゃんと大きな結果を残せなかったのはすごい申し訳ない、私の努力不足だったんだろうなって思うから。でも私もね、自分で言うのもなんだけど、結構いいとこまで行ったんじゃないかなと思ったんだけど、無理だったね。でも後にも先にもこんな頭のおかしいアイドルは現れないと思うので、 AKB にあのまあ変なメンバーもいたなってことで、みんなの心の中に
いてくれればそれでいい。こんなこんなさ、だいぶおかしなアイドルじゃないですか私って。本当にね、みんなはさ、そう唯一無二のキャラが好きって言ってくれるのも嬉しいし、ユニークとかね、そう本当に、そう焼き魚、そうで鯉のぼりでさ、鯉のぼりを折ってくださいって言われてるのにさ、鯉だ焼き魚を折る人がいますかって話なのよ。プロフィール帳を書いてくださいって言われてさ、血液型にクワガタって書いたりさするようなメンバーがいるかって話なんだよいないじゃんか普通に考えて。頭おかしいんだよな本当に。なんかこんな頭おかしい人は後にも先にもおそらく現れないと思うので、現れたらびっくりだけどね。クワガタ血液型クワガタ。あとなんかさ書いてあった気がする、書いた、なんだっけな、 AKB の好きな振り付けに全部難しいから勘弁してくださいみたいなこと書いた気がするそんなことを書く人間なんていないよもう、こんな AKB に。書き初めに書き初めっていう概念ないし、なんかさ創作漢字を書いた時もあったよね、そういえば。お昔みなみちゃんがいなくなったら次の推しが見つからないよ、まあ、見つかるまでじゃあみなみちゃん応援してましょうみなみちゃんは消えないので、 AKB じゃなくなるだけだから、よかったら皆様今後とも末永くよろしくお願いいたします。あ、しぶとく生き残りそう、よく言われるなんか生命力強そうとか、なんとかなりそうってすんごいいろんな人に言われる。結構さ卒業後何するのみたいな話になって、私本当に今のところ何も決まってないから、え、マジで何も決まってないんですよね、ヘラヘラみたいな感じで話すと、いやでもなんかさとみなはなんかなんとかなりそうとか、多分大丈夫だよってすごい言われる。でも今までなんとかなってきてるんだよな本当に。私すごいことに、私あの今んとこ夢全部叶えてる。だからなんとかなる。社会舐めてるね。はい、社会は舐めるぐらいがちょうどいいですよ。まともに生きてられるかって話なんですよ。真面目に生きててもつまらないので、社会はペロペロ舐めていきます。たくさんペロ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 キャンディーのようにペロペロ舐めます。社会をペロ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 、社会おいしい目をペロペロペロっつってそうだよ、私は人からいつも舐められるタイプだけど、舐められておしまいは嫌なんで。そうよ、キャンディーが好きだしね。そう、社会ペロペロしておいしい闇に感謝感謝するんですよ。
真面目に生きてられるわけがない、こんな世の中。逆にさ、真面目にまともにこんな世の中で生きてられますか皆さん。こんな円安も加速していき何もう物価は高くなっていくのにお給料は上がらず、理不尽なことだらけのこの世の中で真面目に生きられるわけないんですよ。もうあの楽しんでいこう人生楽しまないと損ですよ、死ぬんだから。どうせどうせ死ぬんだったらね、生きてるうちに楽しく生きたいよねって話。コーラ値上げすんの？え？そんな。でもコーラあんま飲まないけど。でもさ、最近さ、悲しくなっちゃったのがさ、もうカントリーマームがさ、ミニサイズですか？みたいなサイズになってて値上がりしてたことに悲しくなりました。なんか、ちっちゃい頃はもっと大きかった気がするんだけどなって思って。ほんと、なんかさ、小さい時好きだったお菓子とかさ、どんどんなくなっていく、生産終了して。ちょっとテレビの方を見てた今。伊達さゆりさんが出ててテレビに釘付けになっちゃったん。プリ画像も差しゅうね。プリ画像差しゅうびっくりしちゃった。プリ画像結構私助かってたみんなから、ちょっと嫌なんだけど差しゅうするの。プリ画像差しゅうはちょっときついっすね。プリ画像が差し押したらさ、もうあの月の画像におそ松さんとかの画像乗っけて、なんかギャラクシー加工みたいなアイコンとかあったじゃないですか。ちょっとこれ伝わる人いる？月型にさ、こんな感じの月があって、ここになんかおそ松さんとかのキャラクターがいて、ギャラクシー加工されてトドマツとかって書かれてるさ、アイコンあったじゃん。私あれめっちゃ使ってたの、中2、3ぐらいの時に。 LINE のアイコンでギャラクシートドマツの、え、おそ松さん通りました。おそ松で私、おそ松さんで私不助士になってるんで、あのことの発端は全ておそ松さんなんですよ。こうなってしまったことの発端は、とかさ、ポエムとかの画像とかなくなるんだよ。辛くない？ちょっとプリ画像差しゅうはちょっとやめてほしい。え、わかる。タイムライン全盛期だった。なんかあと LINE のさ、チェーンメールみたいなのもなかった？イッテ Q の検証で何人にこのメッセージを送れるか検証してますとかさ、何秒以内に何人にこのメッセージを転送しないとあなたは呪われますとかさ、中学校の時めっちゃ LINE でそういうの送られてきたわ。え、タイムライン見てもめっちゃやってた。AKB 入る前だよ。小6とかじゃない？小6の時は私だってまず LINE を本名とかで登録してなかったもん。インターネットの中で使ってた名前で LINE も登録してた。
でさ、アイコンはさ、プリパラのマイキャラなの。え、懐かしいとか、あとなりきりチャットみたいなやつとかやってた、 LINE のな、おそ松さんのなりきりチャット、私入ってた、なりきりグループみたいな。私その時はね、な、何役だったかな、チョロ松だったかな、チョロ松かトド松ではなかったんだよね確か。トド松、推しがトド松だからトド松が良かったけど、トド松の枠が空いてなくてチョロ松をやってた気がする。チョロ松のなりきりやってたよ、小6の時。やばい、懐かしい。でも私があんまりにも LINE をさ見なかった人なの、いつも呼ばれてた。その時もさ、あの南って名前は使ってなくてさ、インターネットで使ってた名前。でも仮にその名前が、何がいいかな、お好み焼きにしておこう。じゃあお好み焼きっていう名前でインターネットを小6の時やってたとするよ。いつも私が LINE を開かなすぎて、お好み焼きちゃん、お好み焼きちゃん来てみたいな、すっごい呼ばれてた。あ、ごめんごめんつって言って、なりきりが始まるの。おそ松さんの、やばい懐かしい。そういうこともやってたよ。インターネットを始めたのは私ね、あのなんかもうネットリテラシー守れやって話なんだけど、ツイッターを始めたのが多分小5とかかな。でもその時スマホ持ってなくて、ママが前使ってたスマホをお家の中だけ Wi-Fi につなげて使えるみたいな感じだったの。だから外には持ち出せなかったんだよね、スマホを。自分のスマホ持ったのだって中1だもん。それまでは 3DS のネット機能、あのうごめもとか、うごめものネット通信とか、動物の森のネット通信でやってた。あとその時うごめもの中で流行ってた、なんかチャットの掲示板みたいなのがあって、みなこいチャットだっけな、みなこいチャットでお話ししましょうみたいな、うごめもで仲良くなった人とみなこいチャットでお話ししてた、 3DS で。やばい懐かしい。え、マジでうごめもめっちゃやってたからね、みなみ。うごめものさ、うごめもでさ、なんかアイドルグループ作りますとかあったの、うごめも内で応募したりとかしてたよ。しかもうごめもの絵が描けないからさ、描ける人にお願いしたりとかして書いてもらったり、うごめもで歌い手活動みたいなのやってた、私一人三役ぐらいでやってた、一人三役とかでうごめもアイドルグループやってた。加入前です、これ。全然加入前、小学校5、6年生ともっと前かな、とかの話だから。うごめものプリパラなりきりとかもやってた。やばい、私さ、なりきりやりすぎじゃないって話なんだけど、うごめもね、ラブライブの歌ってみたとかもやってたよ。やばい。あとうごめもはね、なんかめっちゃ裏技を使えば写真を載せられたの。その写真機能を使って顔写真とか載せてる人とかいたのよ。私さすがにね、顔写真は載せてないんだけど、懐かしい。うごめもやばい、めっちゃ懐かしいな。うごめもさ、でほんとに 3DS 絶対家中探せばあるんだけどないんだよね、 3DS も。なんかスイッチのさ、カセットケースも、いや、その頃はね、子役時代じゃないんだよね。ちょうどね、子役時代ではない、子役やってた時はもうお母さん厳しかったから、隠れてそういうことやるのも怖くて、え、ってなると、私いつまで子役やってた、小6入ってちょっとくらい、
いつまでやってたっけ。でもね、そのうごメモでブイブイ言わせてた時は本当に何もやってない一般人の時だから、小6と中1の狭間、中1ではない、でも小6から AKB 入る前の中1頭ぐらい。いやでも言うてもその短くもない気がするんだよな。でもね、 E ダンスアカデミーに出てた頃では確実にない。 E ダンスアカデミーに出てた頃はもうそのインターネットなんて、まずそのママが使ってたスマホすらも持ってないし、 3DS の Wi-Fi もなかった、覚えてないけど子役時代でもない気がする。親が厳しいってすごいね。親が厳しいおかげで小さい頃もそういうことやってなかったし、そうなんかすごいネットをすごい注意されてたの、絶対ダメみたいな。だからさ、みなみさ、小3、4ぐらいまで YouTube の存在知らなかったんだよね。いつだ、はじめ社長が初めてメントスコーラブロやった時の時期に YouTube を初めて知った。初めて見た、 YouTube で初めて見た動画がだってそのはじめ社長のメントスコーラのメントスコーラブロの動画なの。それはもうずっと覚えてて、なんでかっていうと弟の友達がそのお話をしてたのを聞いてて、ニコ動とかはね知らなかった。え、ニコ動もう知らなかったね。 YouTube 知った後、けどニコ動はねずっとプレミアム会員入ってた。なんかいろんなプレミアム会員とかいろいろやってたな。だからニコ動、私のニコ動めちゃめちゃ全盛期は小6、なんかちょうどそれはもう、いや中1だ、中1 AKB 入ってたね。仮研究生くらいからかも、ニコ動に切り替わったのは。そっからまあ歌い手さんとかにもハマり、まさまささん金のタコタワーありがとうございます、タコさん。ニコ動は何を見ていたかというと、おそ松さんの声真似をしてる方の歌ってみた声真似で歌ってみたをめっちゃ聞いてた。ブレッシングとか、あとなんだあれ、リア充全員爆破しろみたいな、あれなんだっけ、こちら幸福委員会ですみたいな、リア充全員死滅しろみたいなあるよね。それの幸福ですか義務ですよっていうやつの、おそ松さんの声真似をしてる方バージョンのやつをめっちゃ見てて、でそっからチョロ松、チョロ松の声真似をしてたムネさんっていう方がいらっしゃるんだけど、ムネさんとあとおそ松お兄さんの声真似をしてたモルデオさんにめちゃめちゃハマって、私の歌い手さん初めて好きになったのはムネさんとモルデオさん。やばい、懐かしすぎ、この話分かる人ほぼいない説。でもそっからあの二次創作とかも知り、おそ松さんの二次創作とかを見て小6であの BL に目覚めるっていう、あの小6が全ての転機ですね。
で、そこかな、次にハマったのがアイドリッシュセブンなんですよ。 CM かな、テレビの CM かなんかね、すっごいアイナナのゲームの広告を見て、あの赤髪の子かわいいなってなってインストールしたのが始まり。今も七瀬陸くんのことが大好き。だからアイナナは1周年迎えてちょっとぐらいかな、1周年に好きになってるから、意外とね、実はめっちゃずっと好きなんですよ、アイナナ。最近は追えてないけど、いつもさ、仮研究生のレッスン向かうとき、アイナナの曲聴いてた。フライアウェイとか聴きながらレッスン場に行ってた記憶があるな。一回ね、アイナナのゲームのデータが機種変のタイミングでぶっ飛んでるんですよ。それでやる気をなくして、うわっってなって、もう一回入れ直したタイミングでまためっちゃハマった。私ね、ゲームのデータ飛ばしがちだったんだよね前。もう今はさ、信じられないぐらいどのゲームにも課金してるから、絶対データ飛ばしたくなくて、言うてもでも結構課金した A3 のデータを飛ばしてるわ。で、復活できなかったの、それでも。それで慣れちゃって、 A3 は今はもうゲームはやってない状態ですね。曲聴いたりしながら、さくやくん大人になってるな、しみじみみたいな感じ。でもそれまでずっと女の子の作品が好きだったの。だからもう小6でおそ松さんにハマるまで、小6中1でおそ松さんにハマるまではもう女の子の作品が本当に好きで、ラブライブとかプリティシリーズも、まあ今も好きなんだけど、あと当時好きだったのも軽音とかスーパーソニコとかがめっちゃ好きだったの。初音ミクとか、結構そういういわゆる萌え系的なものが好きだったのね。だから、あと生徒会役員どもっていう作品があるんだけど、それもめっちゃ好きだった。やばい、なんかすごいサイレンになってるけど、全ておそ松さんが分岐点だった。そういうわけ、おそ松さんでもうガラリと腐女子になり、なんか二十歳現在、気がついたらショタコンおばさんになってて、腐女子のショタコンおばさんになっちゃった。こうなるはずじゃなかった。でもいいんですね。確かに生徒会役員でも結構ギリギリだよねでもめっちゃ好きだったんだよね。アップルウォッチ今はつけてない、持ってはいるけど、でも最近あんまつけてないです。せっかく買ったのに、買った意味がね、カノンちゃんだ。伊達さゆりさん出てる。懐かしいな。もう大昔から自分破天荒オタクすぎて怖い。なんかもう肝オタになる定めだったんだなって思いました。なんか悔しい
今もなお、今も今現在救いようのないショタコンおばさんになっちゃったし、最近はアンサンブルスターズの夏神奈くん12歳にときめいてます。12歳のキャラクターに可愛いねーっつってもぐもぐしてんのやばいよね普通に考えて。いや分かってるんですけどごめんなさい、ちょっとカニャ可愛い、カニャ美味しそう。私あのキングオブプリズムは西園寺涼くんが好きだしね、もうおしまいだよ、どこまでもショタコン私。けどねマジで三次元のショタには本当に一切興味が湧かないの、なんでなんだろう、なんかねなんだろう、マジで二次元限定なんだよな。いや二次元のショタはもう可愛い、なんだろうあのもちもちした質感は。そしてショタガキのくせに全てを見透かしたようなあの目、もちもちでなんかねいいよねショタって可愛いんだよね。なんかもうショタ特有のあのもちもちの質感がまず好きなのよ。ちょっと本当にやばいこと言ってるのはもう本当に分かってるんですけど、なんだろう成人男性キャラクターとかでは描かれない感じ、もう手とか腕とか結構さ男の子のキャラってさ結構筋肉質に描かれたりとかするじゃないですか。ショタのあのもちもち感は何、かわいい、困っちゃう本当に、もう可愛くて可愛くてかじりたいですね、美味しそう本当に。二次元のショタしか勝たないんだよな、可愛い本当に。けど私はもうメガネの男も大好き、メガネメガネ黒髪受け顔最高、そんなね黒髪メガネ受けの最高の BL の漫画を見つけてしまいまして、ちょっと良すぎるだって。えでもヤマトは攻めなの、夏樹も攻めなの、私メガネのお兄さんは攻めでいてほしいんですよ。けどちょっと黒髪メガネ受けやばい最高ってなった作品があるんだよね。そうちょっとこんなショールームで大々的に言うのもなかなかなんで、ちょっとねなかなかなんですけど、めっちゃいい作品を見つけたの。でも私はちょっとインスタのストーリーに載せるね、それはちょっとここで言うのは知らない人がたくさん見てる前で言うのはちょっと恥ずかしい、なんかストーリーで言うのは全く恥じらいっていうものがないんだよな。てかさ私はさもうあのアニソンでしょでしょでさもう全てをさらけ出してるんで、でしかもそれがもう80何万回再生されてるんですよ。私のこのキモータトークが80何万回も再生されてるから、いやもうここで言ってももう恥ずかしくないわ。そのメガネの毛が最高ってなった作品はあのやたらとやらしい深見くんだよね確か、そうっていう作品なんですけど、もう黒髪メガネ受けでね、そう受けのなんだ髪型とかもめちゃめちゃ刺さったんですよ私に。なんだこの感じはって思って、いやめっちゃちょっとね、いやどの作品を見てもうわ最高って思うんだけど、あんなにうって刺さったのは久しぶりですね。よかった本当にあれは。
ちょっと2巻探しに行かなきゃいけない。漢字通り、やたらとやらしいは全部ひらがなで、深見くんはあの深い深いに見るとかの見、髪ストレート、ストレート髪なんですよ。ストレートのロン毛でメガネで黒髪でめっちゃインキャなんですよ、見た目は。それがまたいい。私もでもこれも二次元限定なんだよね。黒髪メガネの陰キャの男が大好きっていうのも、なんだろう、もう三次元のわからないんだよね。なんか好きなタイプなんですかとかって言われても全然わかんなくて、でも人間別になんだよなみたいな。だからいつもあのメガネが好きですって言ってる、メガネが似合う人、篠宮夏樹くんとか、篠宮夏樹くんとか、篠宮夏樹くんとか好きですって。言ってる。調べたらやばかった、ウケる。あの BL 読んだことない人はこれが最初はちょっとハードル高いかも。だったらあの BL を読んでみたいんだったら一個あのおすすめの作品があるから、それから始めてみてほしい。からあのいきなり深見くんとか仲間で愛してとかそういうものから始めていこうとしないでほしいですね。言っても私初めて読んだ漫画 BL 漫画ダカイチなんだけどね。ダカイチと某写真部のやつを初めて読んだ。コメディではない、深見くんは。こういう形のメガネがいい。え、ノンフレームか下だけのフレーム。でもそれ篠宮夏樹か二階堂大和やないかいって話なんだけどえ、でも黒縁も好きけど結構ときめくのはやっぱノンフレームかもしれない。茨とかもノンフレームだよね。初心者はもう本当に何だろう、もう純粋なものだけがいいっていうのであれば宝くんと天城くんか巡って開いてっていう作品がおすすめ。もうこれはもう本当にただただ純粋なやつだから、何だろう、もう幸せな気持ちになれるというか、一切そういうなんていうの、そういう描写がない、本当にこの2作は。しもうなんかもう全年齢でいいんじゃないみたいな。男が BL 読むとどうなるんだろう。え、わかんない。でも結構南のファンの方でさ、 BL 読んだらハマっちゃったっていう方もいらっしゃるから。宝くんドラマで見たことある。ドラマで、ドラマ化されてるやつは大抵そんな激しくないから大丈夫だと思うんだけど、あの体感予報だけはちょっとびっくりした。え、これ実写化するのって思って、大丈夫ってなったから、体感予報が初はちょっと私はびっくりしちゃうだろうなって思います。どうやって買うの？電子書籍、電子もあるけど、私はもう漫画は絶対紙派だから紙で買ってます。え、そう、普段紙の方もたくさんいらっしゃるし、アニメイトとかでも普段紙の方結構見かけるし、え、なんか話しかけたくなっちゃうんだよね、そういう方を見ると。え、普段紙だ、友達になりたいと思っちゃうの。なんかレアじゃないですか。何をきっかけで BL を好きになったのかすっごい気になるんだよね、普段紙の方が。え、でも私結構表紙買いする派。表紙買いでいい作品に毎回出会ってる。ちょっと待って、 BL のおすすめ会やりたい。ちょっ
ちょっとここだけは切り抜いてもいいよってことで、ちょっとおすすめ BL をみんなに紹介したいから、ちょっと本棚に取ってきます。ちょっとみんなに紹介したい。結構みんながさ、こんな興味を持ってくれると思わなかったから、ちょっと持ってくるから待ってて。なんかごめんね、こうやっぱこうなるよねって思った。普通のお話とかをしようと思ったけど、やっぱりこうなっちゃったんだって思った。すいません。でも私嬉しい。少々お待ちを。ちょっと取ってきます、本棚から。みんなに紹介する、これもね見せた方が早い、私が言葉で説明するより。やばい、でもさ本当にめっちゃあるんだよね。ちょっと時間かかりそう。今本棚にあるやつ全部取ってきてるから、ちょっと待っててね。ちょっとさ全部取ってき終わったんだけどさ、表紙がちょっとエチエチすぎるものが多すぎて、隠せるものバンされる絶対。どうしよう、どれがいいかな。隠せるものがない。どうしよう、南の生写真とかで隠すか。それはちょっとやだな、自分の顔の主張がさ激しいよね。なんかアニメイトで特典でもらったポストカードあるから、それで OK。 じゃあご紹介しますね。ちょっとどうしよう、ちょっと待って、どう説明したらいい、どうしたらいいかな。まずおすすめ、初めて読むんだったらこれっていうのがある。私は初めて BL に興味があるけど何を読めばいいかわからない、そういう場合はこれを読めっていうのがありまして、全然そんなエッチじゃないやつがあるんだけど、でもねこれもいいんですよ。これも私は個人的に全然初心者向きなんじゃないって思った。ちょっと待ってね、どれもいいんだけど、まず本当におすすめというか初めて読むんだったらこれっていうのがこちらです。巡って開いてっていう作品なんですけど、もうこれはもうピクシブでも読める、全部ではないかけど、気になったらピクシブとかその作者さんのツイッターとかで試し読みを載せてくださってることがよくあるので、一回気になったらそういう試し読みから始めてみるのもありだと思いますね。これ巡って開いて、これはもう、気になるけどちょっと読むのドキドキするとか、
BL を読んでみたいけどちょっとそういうシーンに抵抗があるよっていう方はこれから始めてください。これから始めれば間違いないというし、いうかもうただただ純粋、これはもうなんだろう、もう汚れ切った心が現れる、そんな作品ですね。もうね素晴らしいんだよ。ショタゴニなんですけど、あの最初がもうこの状態、こっちがショタね、お兄ちゃんね、成長した姿ってわけで、素晴らしくない？このさ帯のとこ、18歳になったらアキくんをちょうだいって、18歳になるまで待つんだよ、もうさ素晴らしいよねって。で結構さこの帯にさどういうカップリングなのかっていうのを書いてくれてることが多いの。めぐってひらいての場合はこちら、一途に思い続ける元ショタイケメン×世界一可愛い俺のお兄ちゃん、素晴らしいね。これは本当にピクシブでも読めるんで、一旦試し読みしてみて気になったりとかしたらぜひ。でこれは本当にもう BL 初心者さんに超おすすめで、あとちょっと私の手元にはないんだけど、あの宝くんと天城くんもすごくおすすめです。でね、えこの肌色この程度なら大丈夫だろうって思っちゃうけどさ、やばいかな。私的にはこれも意外と大丈夫なんじゃないって思ったというか、えマジででもこれ本当にね結構好きだし、ちょっと今チェックしてますからね。これも大丈夫、全然その隠すような表紙ではないんだけど、一応ちょっと隠しておくか。こちら、でれん、聞かざるひなはまだ恋を知らない、こちらも割と初心者さんにはおすすめなのかなって思います。これはこの表紙の男の子がウケなんだけど、この子がぼっちオタクレイヤーってことで、肌色多い？これ全然多くないと思うんだけど、どう？これはまず、まあ絵も可愛いし、この男の子レイヤーさんなんだけど、コスプレイヤーさんなんだけど、女装とかするんですよ。その女装のがもう可愛い、本当に可愛いし、あのカースト上位ギャルって裏にねいるんだよ、攻めの男の子が。えだってこれさ青春ピュアキュン BL って書かれてるんで、あの本当に青春ピュアキュン BL なんですよ。こちらこちらあの受けの子で、こちら攻めの子なんだけど、あの本当に良くて、この子がこの子のねレイヤーさんのメイクとかしてあげたりするんだけど、そういうもともとなんだろう恋心を持ってない同士といいますかから始まるのがまた良い。しかもすごいよこれ、爆売れにつき続々重版、爆撃一軍男子×キヨア女装レイヤーですからね。この帯のコメント、まあ、帯のコメントも結構魅力的だよねっていう感じでございます。だからこの巡って開いてと聞かざる日のはまだ恋を知らない、この2冊は結構初心者向けかなって私は思いました。もうこれは特にそうだし、 BL 版キセ恋と思ったら違った。あー、まあ、このコスプレイヤーっていう要素は似てるかもしれないですね。けどあのキセ恋の場合はさ、オタクに優しいギャルじゃないですか。まあでも一緒かも、オタクに優しいギャルかも、攻めの男の子おすすめです。こちらの2冊。え、続いて私の大好きな作品を紹介しますね。ちょっとたくさんあるし全部大好きなんだけど、
私の大好きなものは、待って、でも本当にさ全部好きなんだよね、全部好きなんだけどさ、え、これってさ、あ、これはあの表紙の絵はめちゃめちゃ健全で可愛いんだけど中身はそんなことないっていう、これ帯外すか、言い訳なんて全部嘘って作品、これは絵がめっちゃ可愛いです、本当に、私これマジで可愛い、これも本当に本当に可愛いのけど、これは初心者さんではないかも、この表紙の絵がでもめちゃめちゃ健全だよねっていう、健全だけど中身はそんなことないかも、でもこれマジで可愛かったんだよな、本当に良かった、やっぱさ私さ怖いんだよね、買う漫画ほとんどが黒髪受け、え、怖っ、黒髪受けばっか買っちゃう、どうにかならないかな、いやもう好きで買ってるんですけど、どうして私はこうやってさ黒髪受けばっか買うんだろう、もう分かりやすいよね好みが、勘弁してほしい、あまりにも分かりやすすぎる好み、持ってる BL のうちほとんどが黒髪受けで怖いよねって、この前さアニメイトで5冊買ったの、漫画5冊中3冊が黒髪でびっくりしちゃった、えって思って、こんなに黒髪を買ってる私と思って、あ、でね、私が本当に大号泣した、なんか BL 漫画読んで初めて大号泣したものがこの千冬先生のこちら、眠れぬ夜は奪いに来てねって作品なんだけど、がね、二人とも野良猫なのよ、こんなかっこいいお顔だけど二人とも野良猫なんですね、ちょっと危ない、この表紙が危ないけど、この二人とも野良猫なんです、これはね BL 読んでて初めてめっちゃ泣いた、すんごい泣いた、本当にこれは、これもすごくおすすめ。でもちょっと表紙が映せないかまんま。おすすめです。めっちゃ泣ける。本当に。私はこれでめっちゃ泣いた。で、うちの大大大大大好きな作品が、もうこれはね、もうみんなに自慢したい。漫画道っていう番組に出させていただいた時にこの漫画を紹介したら、この漫画の作者さんに見つけていただきまして、なんと私とそのキャラ、あの漫画のキャラ2人、受けと攻めの子2人、3人のイラストをいただいてしまって、ツイッターのヘッダーにしてるんですけど、今びっくりじゃない、まさかの作者さんにイラストを描いていただけるっていう、あのびっくりなんですけど、本当にめっちゃ嬉しくって、それが、まあ、それが何の作品かと言いますと、こちら俺たち生ものです、こちらです、こちらの作品を漫画道さんで紹介したところ、なんと越浦つばめ先生こちらのに見つけていただいて、このひびるいと私のイラストをいただくっていう、やばくない、なんかさ、え、そう、しかもこれ表紙がめっちゃキラキラで可愛いの、え、あのひびるいはマジでいいっす、本当に読んでください、あのでもだいぶちょっとエッチなんで、ある程度 BL 漫画に耐性のある方、え、やばいよね、あ、こっちが攻め、ひびきくんが攻めで、あ、ちょっと待って、やばい、帯にめちゃめちゃコメントがすごかった、ごめんなさいね、見落とし、え、やばい、バンされた、さてはやば、ちょっとさてはバンされたなって感じなんですけど、ちょっと帯も要チェックだね、ちょっと見落としです、まあまあまあ気を取り直して、え、できてますか、大丈夫、
え、多分今普通にこの帯のコメントでバンされたかも。え、生もんってワードもやばいのかな、わかんないけど、そう、この作品がマジでおすすめなの。本当に私はこれもおすすめしたい。こちらで上下巻とあと 1,2,3 って出てるんだよね。こちら全部で5冊出てるんですけど、全部で5冊出てるんですよ。ちょっと帯危ないね。私さ、帯も全部取っとく派なの。なんか帯一つたりとも捨てられない人間で、あ、ピクシブで確か見れた気がする。ピクシブか、ピクシブって見れたかな、見れたはず。え、これね、そうドラマ CD のもやばいよっていうコメントをさっきいただいて、私ドラマ CD 聞けない人間なんですよ。けどよかった、あの視聴よかったです。ドラマ CD も割とあの視聴しかしてないから何とも言えないんだけど、俺生上下と 1,2,3 全部ね、表紙がキラキラなの。これさ、ヒビ類、え、ほらすごくない、めっちゃキラキラ。俺の場はマジでおすすめ、本当にめっちゃおすすめだし、何よりもこの越原つばめ先生にヒビ類と私のイラストを描いていただけたことが嬉しすぎてツイッターのヘッダーにしてる。嬉しい、本当に。なんかこんなことあっていいのだろうかって思うぐらい嬉しかった出来事です。で次は、え、やばい、もうなんかさ表紙難しいな、普通に表紙でバンされちゃう。え、難しい、ショールームで紹介難しい。あ、でそう、さっき言ったそのやたらやらしい深見くんはこちらね。これでもさ表紙平気じゃないの多分。こちら、これが深見くんです。黒髪のメガネ、ストレートのロン毛、素晴らしい、本当に。これ本当に久しぶりにもうグーって刺さった、刺さりすぎてグーってなった作品がこれ、さっき紹介した。もう私はねこれが本当にめちゃめちゃ刺さったから、でもこれもだいぶちょっと結構だいぶなんで、あの BL 慣れしてる方はぜひ読んでください。おすすめ、本当に本当に、私めっちゃ刺さったのこの作品が。可愛いんだよな、やっぱ黒髪メガネって正義かもしれない。これはいいですよ。え、これさ2巻ってもう出てんのかな、なんかすっごいさ続き気になる終わり方したんだよね。うん、そう、めっちゃ続きの気になる終わり方をしてるんで、ちょっとあとで2巻がまだ出ているのかどうか探してみます。で黒髪眼鏡の受けで言うともう一つあるんだけど、これに関してはちょっと映せる、映せるの、これはなんかもう分かんない、大丈夫なラインがなので分からないので、あの背表紙ここだけお見せしますね。レンタルベイビーって作品なんですけど、これもあの この黒髪メガネが受けなんですよ。けどこれはね、うわそういう展開になるっていうびっくり展開でした。私はこれはね、あのレンタルショップの店員さんなんですよ。なんかマジで展開がすごくて、なんかねびっくりした、あそういう展開になるんだっていう予想つかない展開が出てきたけど、これもだいぶすごかったな。だからこれも結構慣れてる人向け
てか、あの冒頭の2冊以外全部は慣れてる人向けです、ごめんなさい。だからあの初めて読むっていう人にはちょっとおすすめしないかも、びっくりしちゃうと思う。え、これもさ、めっちゃ大好きなんだけども、これは多分タイトルからやばいからな、あのインスタのストーリー見てください。みなみくんっていう あの作品です。みなみくんって言えば多分分かる人は分かると思うんだけど、あのインスタのストーリーに載っけてるんで、あの見てください。これはちょっとタイトルから言った瞬間バンされそうで怖くて言えないこれもね、黒髪受けなんだよね。黒髪受けでさ、口元にほくろがあんの、受けの口元に最高。こことかさ、目元とかさ、ここか、ここに、だから私多分ここにほくろある人可愛いって思ってるからさ、自分で書いてんだけど、ここに目周辺、涙ぼくろか、ここら辺のほくろいいよね、素敵だと思います、本当に大好き。でも書いてるけどね、私ね、薄くあるんだよね、だから元からある薄いのをちょっと上からちょんちょんってアイラインで書き足してる感じで、あともう大好きな、だからこれは、これに関してはドラマ CD もなんか聞けた作品がありまして、うわ待って、これも大好きなんだけど、表紙がな、表紙が終わる先生の理解不能クソキューティーっていう、これは私が初めて表紙買いってものをした作品なんだけど、え、どうしよう、ちょっと写せる、写す範囲むずくね、どうしたらいい、こちらです、写す、難しい、ほとんど何も写せないんだけど、この理解不能クソキューティーめっちゃおすすめ、これも可愛い、背表紙はいけるかな、こちら理解不能クソキューティー、これもいい、めっちゃいい、これマジで可愛かった、本当に可愛かったけど、これもだいぶですね、けどさ、マジでこの受けの顔が好きなんだよな、可愛い、これをめちゃめちゃ可愛かったです、本当に初めて表紙買いしたのがこの作品。何冊ぐらい持ってるの、え、でもそんな持ってないです、言うてもそんなだから、CD 調べたらメンツ良くてメモ、あ、確かにドラマ CD 化もされてたね。で、私がそのドラマ CD も聴けたなっていう、本当にめっちゃいいって思ったのも、これはでも本当にめちゃめちゃ有名なんですけど、これでも全部表紙見せられない、え、待って、でもさ、この表紙のキラキラ度合いは見せたいっていう、どうしたらいい、私のこのもどかし、待って、背表紙も危ない、ちょっとさ、ゆずりはの顔が可愛いんだけどさ、もうゆずりはって言った時点でもう、あ、これはって分かる人がいるね、いると思うんだけど、あ、これで隠せばいいんだ、ちょっとゆずりはの可愛すぎるお顔のせいでバンされそうなんで、ちょっと背表紙のゆずりはのお顔は帯で隠すんですけど、こういう時に帯を取っておいてよかったって思うよね。桃瀬庵先生の、私ね、桃瀬庵先生の作品も本当にね、いっぱい大好きなものがありすぎて、でもやっぱ桃瀬庵先生の作品でやっぱ一番好きなのはもうこれ、圧倒的ダントツこれですね、こちらめっちゃいいの、可愛いんですよ。で、これに関してはドラマ CD も私はなんか聞けたというか、普段あんまりドラマ CD 聞けない人間なんですけど、めっちゃ良かったし、これさ、ゆずりはの顔でさ、見せられる顔ってない？表紙の顔全部ちょっとダメだな、めっちゃ可愛いのマジで、だし、あの3巻4巻、今だったら4巻が、あの初回仕様でキラキラバージョンなんですよ、
え、どうしたらいい？あのゆずりはのお目目もキラキラなの。え、わかる？これで伝わる？わかりますか？あの目がキラキラなの、ハート型で。ほんで、え、どうしよう、難しい。待って、もうさ、難しいからさ、BL を紹介する番組を私にやらせてほしい。どうしよう。どれかのこの正規、正規のとこ、めっちゃ住所書いてあった。え、なんか、本当にちょっと伝わってほしいんですけど、この、キラキラ度合い。これが、今なら4巻が、初回仕様でキラキラなんで、買うなら今がチャンス。よろしくお願いします、皆さん。え、これに関してはマジでゆずりはが超可愛いし、あの本当に可愛い、このゆずりはくん受けの子のお名前、ゆずりはいくみくんがめっちゃ可愛いお顔しすぎてて、私の男性ファンの方がこの作品にめっちゃハマってくれた人がいる。そういうわけで私のおすすめの BL 紹介でした。ちょっとぜひ皆さん抵抗がなければ、まずはあの冒頭に紹介したあの大丈夫そうなやつから読んでみて、興味が湧いたらぜひともいろいろ読んでみて、好きな作品を探してみてください。え、嬉しい。私はこうやってなんか最近ウィバースでもさ、インスタでもさ、どこでもなんか BL 漫画の話しかしてないよね。それはなんか自分でも自覚してる。え、こん中で一番推しはやっぱ、難しい。ゆずりはのことも大好きなんだけど、難しいよ。でもやっぱまずそのイラストを描いていただけたっていうこともあり、なんかもうあまりにも読みたすぎてアニメイト通販でポチったのがやっぱ俺生なんで、俺生のるいくんですかね。この中で一番好きなのはやっぱるいくんかもしれない。かわいいねえ、ほんとにさ。でしかもさ、ヒビルイのこの二人がさ、こんなかわいいじゃないですか。すでに大人になってくんだよね、これがさ。表紙で、あのもう成長わかる、わかる、このわかりますか、この成長っぷり、この成長っぷり、よくない？このえ、そう、俺生に関してはちゃんと成長する、ちゃんと成長するって言い方も変だけど、あの年を重ねていくのが素敵。え、マジさ、良いよな、マジで良い。え、確かね、高校生から、え、何歳だっけ、何歳って言ってたシーンがあったんだよね。高校生からアラサーです。はあ、俺らももうアラサーかって言ってるセリフがあるから。え、てかさ、さ、その俺の場のさ、これびっくりしたのがさ、3巻と2巻のおまけにびっくりしたんだよね。おまけっていうか、まあそれはもう買ってからのお楽しみにしてほしいんだけど、私は俺の場を買って、え、なんか挟んであるって思って見たら、なんか素敵なおまけが挟まってて、なんか、え、好きってなった。いいよね。
本当に大好きなんだよな。ちょっと今年はね、こういう普段こうやって漫画を描いて私たちに幸せを与えてくださっている先生方が参加されるイベントに足を運びたいっていうのが目標です。え、絶対ね、俺生電子にもある。けどさ、私さ、そのなんか行ったことなくって、即売会とかそういうイベントに一人で行っていいものなのかっていうドキドキしちゃう。そう、コミケとか行ってみたいんだよね。コミケとか、あとさ、そういう同人誌即売会のイベントってコミケだけじゃないんですよ。世の中いろんなのがあって、いろんな作品ごとに開催されるイベントが違うから、自分の好きなアニメの即売会とかも行きたい。え、そう、僕ラブ知ってます。僕ラブでスクミの作品も出てるっていうのを見てすごい嬉しかった。僕ラブも行ってみたいとか、身分証、あ、そうなんだ。なんかさ、すごい早めに並んだりとかしないと人気のサークルが売り切れちゃうっていうの。ブリデめっちゃ行きたいんだよね。ブリデっていうのはアンサンブルスターズのオンリーのブリリアントデイズっていうイベントなんだけど、ブリデがねめちゃめちゃ行ってみたいんだけど、人気っていう。でもブリデ人気サークルは縫い服とかなのかな。コミケ行ってみたい。行ったことないコミケ。え、すごい、なんか同人誌とか出せる人すごいなって本当にめっちゃ尊敬する。あ、のんきちさん、タコタワーありがとうございます。ありがとう。美味しいたこ焼き作ります。え、あのさ、コスプレもしたいの私。ちょっと今年の目標で本間麻衣さんと一緒に、あの元メンバー現友達の本間麻衣さんっていう人がいるんですけど、本間麻衣さんとコスプレしたいよね。アコスタ出たくねっていう話をしてて、いつか麻衣ちゃんとアコスタで合わせをするのが私の夢。あ、でこれめっちゃおすすめの漫画で BL じゃないんですけど、コミケで思い出した。これ多分男性ファンの方も絶対好きだろうなっていう作品があって、7月からアニメ化されるんだけど、コミケとかそういうなんかコスプレイヤーを題材にしたお話、ジャンプで連載されてるのかな、私ジャンプラで読んでるんだけど、 2.5 次元のリリサっていう、2.5 次元の誘惑って書いてリリサって読むんだけど、結構ね、これは NL 寄りなのかな。でも私あんま NL とか読めないタイプっていうかなんだけど、これはめっちゃ大好きな作品で、この作品超おすすめ。7月からアニメ化されんの。めっちゃキャラデザがまず可愛くて、私はジャンプラで配信されてる分を2日で読み切った。さとみのアンスタの新キャラ冬目くん、え、私ね、ナチュカンニャが好きです。カンニャ、よち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 、カンニャ可愛いね。夏カンナが好きです。冬目くんもね確かに可愛いんだけどね、カンニャ好き。あの 2.5 次元のリリサおすすめ。あの BL やっぱ抵抗あると思うんですよ、男性視聴者の皆様。大丈夫です、 BL じゃないです。 2.5 次元のリリサはオタク、あの写真部だっけ、何部だっけ、やってて部員が一人なんですよ。けどそこの、その自分一人のお城みたいな感じなのね、もう部活が。
部活動のお部屋も、もう自分の大好きな作品やフィギュアの同人誌で埋まってる部室で、部活動といえばもうアニメを見ながら好きなシーンでもう、うおーリリさんって言ってるっていう感じの男の子が、とある日突然女の子の新入部員がやってきてっていう、でその女の子の新入部員がその男の子の、そう、正宗くん、奥村くんの推しメンのリリーさんのコスプレをするんだけど、そのリリーさんのコスプレのカメラマンをやってっていう、え、でもなんかちょ、言葉にするのが難しいんだけど、本当にこれはマジで最高だったかな。あの BL 抵抗のある皆様、可愛い女の子いっぱい出てきます。まず 2.5 次元のリリサ、もうマジで可愛い子いっぱい出てくる。どん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 読み進めるは読み進めるほど可愛い子がいっぱい出てくるから、私はねもうこのアニメ7月から始まるからもう超楽しみにしてる。ちなみにこれを知ったきっかけは、秋葉原をプラプラお散歩してるときに、え、超好みの女の子のフィギュアの広告がある、何これって思って調べたら 2.5 次元のリリサっていう作品でだったって感じですね。フィギュアも欲しいですねって感じ。なごみちゃん、あ、なごみちゃんいいね。私誰推しかな、待って、急に名前を忘れてしまったんだけどさ、リリサじゃない、奥村くんのことずっと好きな女の子いるじゃん、茶髪のハーフツインの子、あの子が好き。リリサじゃない方、ハーフツインの茶髪の女の子、その子が好き私。え、同じ、本当可愛くない、なんか奥村くんに対しての思いがめちゃめちゃ可愛くて大好き。里美奈ちゃん、秋葉原のお散歩大好き。あ、そう、みかりちゃん、そう、みかりちゃんが大好きなの私。秋葉原はいつもね、いろいろ発見があるし、新しい、こうやって新しい作品との出会いもあるから。池袋も行くよ。あの一時期ひどい時週3ぐらいで池袋通ってた時期もありました。え、本当に見つかんない、あのね、もうマジでオタクルックスすぎて紛れ込んでるんで。マジで見つかんないね。え、わかる？ガチで池袋は庭。マジで池袋は庭です。あの、池袋なら任せてほしいって感じ。けど、めっちゃ通ってたのがコロナ前だからさ、よく行ってたお店とかがさ、潰れちゃってたりとかしてて、悲しい。なんか、池袋にあった大好きなお店があったんだけど、なんか久しぶりに行ったらなくなってて、涙出そうになった。え、でも本当にみんなさ、多分秋葉原歩く時とかやっぱ自分の好きなものに熱中して歩いてると思うから、そのいちいち人の顔見てないんですよ、私含め。だから秋葉原行っても全然バレない。一回だけまだ AKB ショップがある時代にバレたぐらい。AKB ショップがなくなってから秋葉原をほっつき歩いてもバレません。一切バレないね。え、でもなんかバレたらバレたで恥ずかしいけどね、マジでニヤニヤしながら歩いてるし、だいぶキモいと思う私。え、わかる、最近の秋葉原は日本人少ないです。え、だから多分余計バレないのかもよっ。え、中野もね、ちょっと前に初めて行ったんだけどめっちゃ楽しかった。中野また行きたいんだよね。中野も
すごい楽しい、いい場所でした。将来さ、住むんだったら池袋か中野に住みたいんだよね。か四ツ谷。なんで四ツ谷かっていうと、あの四ツ谷に住めばキングオブプリズムのあのエーデルローズの寮が四ツ谷にあるんですよ。あのつまり何が言いたいかっていうと、エーデルローズ新入生兼セプテントリオンの皆様と最寄り駅が一緒になるんですね。セプテントリオンと最寄り駅一緒、熱くねってことで四ツ谷に住みたい。え、だってさ、いつかさ、西園寺レオ君とばったり街中で会えちゃうかもしれないんでしょ。熱くない？レオ君、え、どうしよう、ファンです、あ、応援してます、あ、好き、レオ君に人生救われました。これからもプリズムショー頑張ってください。すいません、プライベート中に失礼しました。これができるかもしれないんでしょう。熱っ。ってことね、四ツ谷に住みたい。レオくんドン引き、周りのレオくんセコムが発動するよね。橘雪の城とか一条神とか。熱くない？おばれとかもだって寮住んでるよね今。あ、今住んでないか、今はもう違うけど、寮に住んでるメンバーとさ、最寄りが一緒なんだよ。タイガーが木から降ってくる、え、最高じゃない。レオくんはさ、ユキ様、ユキ様待って、ユキ様、ユキ様待ってあげて。え、よくない？ちょっと、ユキ様、荷物荷物って言ってるレオくん、壁になって見てたいよね。今日も可愛いな、レオくんつって。待って、私、ちょっとどれだけ喋ってます？なんかすごい、なんか気持ち悪い話をひたすら繰り広げられてる気がして、ごめんなさいね、こんな、肝配信に付き合わせてしまって。この肝配信を最初から最後まで見ている強者はいるのだろうか、果たして。2時間、え、やば、怖、自分で自分がキモくてびっくり。すごいね、それをさ、面白いよって言ってくれるみんな、すごいね、天才だよ。面白いですか。初めて里見田の配信見たけどめっちゃ気が合って怖い。え、だからもう私本当にそこら中にいるオタクなんですって。アイドルよりオタクの方が色が強い。でもなんかいつも寂しいの、私一人で現場行って一人でオタ活して寂しいの。だからオタクの友達が欲しい。え、映像倉庫残る、ちょっとそれは勘弁だな、やだな。本当に寂しいんですよ、オタク友達が欲しい。あの同じ界隈の友達が欲しい。サイド M とかキングオブプリズムとかいないの、現役メンバーに今好きな人が。現場一人なんだよね。一人の現場ってマジ孤独でさ、推しのここ良かったよねとか語り合える人もいないし、マホピョンはアイナナは一緒なの。だからアイナナはさ、一緒に行けたりとかしてめっちゃ楽しいんだけど、でもね、あの夏映画始まったらマホピョン映画連れてくっても約束してるから。私めっちゃ興味持ってくれてんの、マホピョン、キンプリに。でアンスタもあのスタフォに行こうねって話をしてたんだけど、スタフォにの日にマホピョンがあのお話し会ってことで、私は多分孤独に一人でライブビューイングを見に行きます。でも私が一般人になりますとかだったらね、もう一般人になった次の日とかね、多分ツイッターのアカウント作るよ。
お友達探しみたいな感じで。花園桃人くん推しです。すぐ南って分かりそう。あとスタライも行きたい。名前佐藤みなみとかで作ってそう。さすがにそこまでネットリテラシー低くない。何で作るか。インターネットでお名前使うとしたら。私マジででもさ、今までその小学校の時に使ってたやつしかないからさ、大昔のアカウントの名前も使いたくないし今。でも今だったら多分普通にみなみちゃんなのかな。推しかぶりはまあ、この表に立ってる立場上大丈夫ですよって言ってるけど、実はぶっちゃけこの人の推しかぶりだけはちょっと無理っていう人もいるはいるけど、言わない。それは内緒。でもなんだろう、なんかバリバリに同担拒否みたいな感じでもなくて、なんか自分の友達とか結構近しい人に推しかぶりとか同担がいたら、あちょっとなってなっちゃう。あとはライブの時の隣の席の人が推しかぶりとかだとえーんってなるけど、でもなんかえーんってなってもなんかいい人だったりするから、すごいなんかいい人だったら仲良くなりたいけど、めっちゃなんかバチバチにマウント取りますみたいな人だったらちょっと苦手かもってなる。なんか平和にオタクしたいなって人なんで、あんまなんかちょっと怖い。マウントとか取られるとちょっと悲しい気持ちになる。私はもうひっそりと平和に暮らしているので。子さんアピはどうだろう。私まあされるな、されるかな。でもなんだろう、なんか自分のさ好きになったものって情報全部知りたいって思う人だから、もう過去のやつとかめっちゃ遡るの。でもやっぱ子さんの人からしたら新規ってちょっと無理ってなるのもわかるんだよね。いや私はもうドド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 ド新規ですよ。全く子さんなんかじゃない。まあオタクっていろいろあるから楽しいよねってわけ。自分のペースでねまったりゆったりやってるから、そうだからオタク友達欲しいけど自分のペースでオタクできなくなっちゃいそうっていうのが怖いからっていうのもある。えねえ、わかる。セブンめっちゃバズってるよね今。ねえごめん、ちょっとマジでさ、もうくっそ細かいこと一つ言っていい？セブンのさスタディーイコールマジックがバズってんのは本当に嬉しいんだけど、あのバズってる方たちみんなちょっと振り付け違うの本当に気になるんだよね私。てて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 までなのにさ、ててててててのとこまでずっとこれやってるやつとかすんごい気になるのとかさ、一体どんなコート敷いてみていいんだ、始めようぜレッスン王のとかあるじゃん。ここもさなんかすごいなんか
キメキメポーズ撮ってる人とかいるけど、いや違うのみたいな。そこは3人が1人ずつ指を指してるとこなのみたいな。すごい細かいんだけどさ、振り付け違うのがめっちゃ気になるし、そういう人がバズってんのがちょっとお願いお願い、もっとちゃんと見てってなっちゃう。私サイド M のオタクですって言って乗っけてるから、お願い見て、ちょっと違うアレンジを流行らす、音源は流行らせてくれて本当に嬉しいんだけど、界隈にサイド M の界隈に人が増えるのも嬉しいんだけど、ちょっと見てほしい、少しでいいから、ずっとずっとこれやってるイントロじゃないの。あとさ、びっくりしたのがさ、流行るのイントロなんだっていう、まさかのここじゃないんだって思って、タケノコ流行ると思いきや、あこっちなんだみたいな、ありますね。そう、そう、私今全然エンジョイ、サイド M も知らないけど、音源流行ってるから踊ってますな、いいんだけど、すごい全然違う振り付けなのにサイド M 大好きみたいな言ってるの見ると、さどうさってすごいなる。いや、わかる、私も好きけど、好きなのならばイントロのダンス違くない？ごめんなさい、こんなこと思っちゃって。でもサイド M 好きって言ってるけど、イントロのダンス違くない？ってなっちゃう。けどわざわざそこにさ、ダンス違いますよとかってコメントしたらさ、もうやばいやつやん普通に。だからバズってて嬉しいな、平穏な気持ちで見てます。サイド M がこんなにバズる日が来るだなんて嬉しいな。誰お前はって感じだけど、お前は誰だって感じだけどね、私本当に。だけどバズってることに関しては本当に嬉しい。もうどんどん増えてほしい、界隈に人が、界隈に人が増えて、またゲームがさ、サイド M の新しいゲームが出てくれたらもう本当に嬉しいし、なんかサイド M の界隈がもっと盛り上がって、もっともっと大きなコンテンツになってくれたら本当に嬉しいなって私は思います。なんかすごいド神経が何を偉そうにって感じなんですけど、でもすごい絶対にさ、サイド M と縁がないようなところにまでバズってるじゃないですか、スタディーゴールマジックが今すごい嬉しい。なんか可愛い女の子もイケメンのお兄さんも、なんか犬も猫も踊ってるスタディーゴールマジック素晴らしい。なんかありがとうって感じ。ワンチャンさ、クラファも流行るかな。メイシーファンファンファン流行るかな。結構あれもさ、サビでお料理してるしさ、イントロのダンスもなんかテリリリリッテ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 みたいな感じだしさ、どうよって思うけど、サイド M はセムが一番好きなの、クラスファーストなんですね。花園桃人くんのオタクです。花園桃人くん担当 P の結構水島さきちゃんのことも好きだなみたいな。ウィアザワン入るかな。でもかっこいいよね、ウィアザワン。ノアロも、ノアロは分かって分かんないって言ってる真由美衛進がおもろいっていうのでバズってほしいけど、多分それはサイド M の界隈でしか伝わらないんだろうなって思うから、
おもろいよな、あれでさ、まゆみ分かってっていううちわが持ってるピーちゃんとかいるの。ノットアローンよく聞きます。え、嬉しい、ありがとう。歌詞いいよね、ノアロはマジで歌詞いい、本当に。クラスファーストにしか歌えないです、マジで上級者向けだな。え、本当にすごいよ、だから今も見てる皆さん。え、わかる、合同ライブのさ、レッド、真由美、エイシンがソロになるっていうね、フィジカルがエイシンしかいないからっていう、おもろかったな。ファンコンだよね確か。好きなソロ曲はやっぱまあ桃人はダントツで好きなんだけど、シュウのソロも結構好きなんだよね。シュウくん、え、でもフェイバリットは毎回カラオケで歌うし、サキちゃんのソロ曲は結構聴いてて勇気出るというか、元気をもらえるというか、自信が自分につけられるというか、そういう意味でも好きだし、え、あとね、ソロはダイゴのソロ好き。送るようで書いてるが分かんないんだけど、一番最初のソロ曲、ダイゴの、あれ2個目かな、あれどっちだ、花丸笑顔じゃけーのお歌。え、大悟かわいい、好きですね。え、でもソロ曲で一番好きなのはやっぱフェイバリットかな。水島さきちゃんのフェイバリットに踊らせて、私あの曲を聴いてなんて素敵な曲なんだって思った。ぜひみんなも聴いてみて、フェイバリットに踊らせて。あのサイド M くん全曲サブスク解禁してるんで、サブスクで聴けます。フェイバリットに踊らせてって調べてみ、もう泣けるからマジで、あの曲最高。フェイバリットに踊らせての何がいいっていうのはね、な、歌詞がさ、すごい自分に勇気をくれるんですよ。サキちゃんにしか歌えない曲だからこそっていうのは思うよね。説得力が違う。皆さん、このショールームを見ている皆さん、アイドルマスターサイド M を知らない皆さん、ぜひ見てください、よろしくお願いします。あと8月16日公開のキングオブプリズム最新作、あのね、いや、あのキンプリくんやってくれましたよって話なんですけど、この8月16のこの映画次第で多分今後のキンプリの動きが変わるんですよ。この映画がもう超大ヒットすればキンプリさらに素敵な未来が待ってるんで、みんな8月16日よろしくね。いっぱいキングオブプリズム見ようね。今後のキンプリがこの映画にかかってるから。そう、私はだからもう MC でも言える機会があったら、キングオブプリズム8月16日っていうワードを出して、 TikTok と Twitter の自己紹介欄にも書いて、キングオブプリズムを見てください、お願いします。レオくんと同じ瞬間をまた生きられるんです。今後のキングオブプリズムが多分この映画で決まるんです、お願いします。見ます、ルイ推しです、ありがとうございます。ルイくんいいよね。ルイくんとシンくんのさシーンで一番好きなのはさ、無印キンプリかな。シンくんとルイくんハグするじゃないですか、そこで巻き起こるエリートの皆様の拍手、あそこ大好き、おもろすぎる。
やマジでね、キングオブプリズムは作品自体が面白いのもそうなんだけど、え、うん、本当にそう思う。応援上映の発端がキングオブプリズムだと思ってますよ、私は。私タイガとヒロ、今でも雪の城、え、結構いらっしゃる、キンプリを好きな方、ああ嬉しい、ありがとうございます。ぜひ見て、キンプリを見てください。タイガとカズキ、え、いいね、ストリートだね、カズキ先輩。フリーダムの大好きカズキ先輩の、これでアリクがぶっ壊したステージが蘇る。初心者でもオタクを楽しめますか？当たり前に楽しめます。もうキングオブプリズムはまず、まあでも気になったものから見てみて、え、面白いってなったら最初から見ていくのがいいのかもしれないね。ね、ちょっとあのキンプリってワードはね、結構間違えられやすいんですけど、あのこれも一つ言っておきたいんですけど、キンプリっていう略称はあのキングオブプリズムの方が先だよっていう、まあ後先関係ないかけど、あの私が言うキンプリはもうアニメの方のキングオブプリズムなので、お間違いのないようお願いいたします。逆にだから公演の MC とかだと本当に勘違いされそうで怖いから、正式名称でフルで言ってるんだけど、キングオブプリズムってショールームだとついキンプリって言っちゃう。男性が見てもギャグとして面白いが先行するので大丈夫です。え、嬉しい、ありがとうございます。結構ね、いやぶっ飛んでるんだよな、あの作品本当に。いや、わかる、キンプリはマジ曲がいい。ドラマチックラブとかさ、ドラマチックラブを知らない人生損だよって言いたいぐらいにいい曲。え、マジドラマチックラブみんな聞きな、歌い出しの歌詞素晴らしいよ。綺麗なものを見ると君に会いたくなるんだ、隣にいたなら100倍眩しいね、いつか離れる日が来ても心配はしないでいいよ。赤い糸をたどって、赤い糸をたどってたどり着くから、テレパシー送るのさ、夢で二人会えますように。よくない？え、なんかもう歌い出しが素敵、綺麗なものを見ると君に会いたくなるんだっていうので始まるのがさ、ドラマチックラブって素晴らしいよね。この歌詞から素晴らしい、この歌詞から始まるのって素晴らしい、素晴らしいしか言えないのが悔しい。恋した最高、恋した私もーっつって、歌詞がいいんだよな本当に。ドラマチックラブもいいし、個人的にマジででもトゥインクルトゥインクル、まあ、レオくんのソロ曲っていうのもあるんだけど、トゥインクルトゥインクルも泣けるんだよな、マジで。あれも自分に自信を持たせてくれるし、あとなんだろう、え、でもオーバーザサンシャインも最高だし、え、オレフラはもう最高だよねっていう、天然ガス最高。オレレオレンジに染めろ。オレフラの何がおもろいってさ、ライブの時にさ、あのお金が十王院かけるのお金がさ、めっちゃ出たのがおもろかった。あれ現地行ってたからね私、でもマジ席が後ろの方すぎてお金飛んでこなかったんだけど、え、すごいって思った、オレフラでお金の紙吹雪飛んでるんやがって思って、めっちゃおもろかったな。妹はいないですね、弟がいます。え、プライドを2日に一度、ありがとうございます、嬉しい。どうでした？やっぱね、ヒロ様は唯一無二、ヒロがキングやねんって。
え、レッドナイトヴァンパイアわかる。いいよね。逃してやらない。かけるの。あんなさ、ワンバンコーとかって言ってんのにさ、レッドナイトヴァンパイアのかける、めっちゃいい。わかる。あの、本当に。あと、ゆうくんも好きなんだよね。ショタ書き感、めっちゃ刺さる。泣いたって誰も助けに来ないよ。ゆうくんのこのセリフ。えん、かわいいねんってなるし。いや、ゆうくん、かわいい。ゆうくんもかわいい。ゆうくんとレオくんっていい。うわ、ショタコンビ。出ちゃったよね。ここでまたショタおばさんが。よろしくないよ、ほんとに。え、ゆうくんほんとにかわいい。全知全能スーパーゼウス様。ゼウスーってね。かわいいな、ほんとに。てかさ、ショールームさ、星になるワード増えました？なんか、星ばっか。ちょっと前までこんな星だらけじゃなかったよね。私の多分発言が星になるような発言ばっかっていうのわかるんだけど。てかさ、本当にごめんね。アイドルらしからぬ話をするんだけどさ、このシゲキックスのせいでさっきからめっちゃさ、なんだこのクエン酸のせいなのかな。ゲップみたいなの止まらないんだけど、助けて。こんなことを言うんじゃないよって話だよね。わかんの。すごいなんか炭酸みたいなのが上がってきて、ゲプってなる。すごい。この辺で、シゲキックスがすごいゲプってなるんだけど、ごめんね、ちょっと。配信中にゲップしたらごめんなさい。喋ってる最中にすごいゲップ出そうになる。本当にやだ。ちょっと美味しいんだけどね、これ。ゲップ出るそうになるからやめよう。気にしないで。むしろ我慢しないで。おもろ。いいんですか、そんな。ゲップばっかしまくるショールームなんてよくないでしょう。あ、いいね。一応アイドルの配信だからね、さっきから BL だのなんだかんだのお話してますけど。でもさ、こんなさ、こんなお話ができるメンバーも、まあいないじゃないですか。配信中にゲップが出そうになるし、ショタコン不要紙をフル発揮するし、BL 漫画を紹介しだすし、いないよね、きっと、こんな配信するメンバー。ごめんなさいね、本当に。大丈夫。もう、こんなことするアイドルももう、あの、7月でいなくなるんで安心してください。え、マホピョンってどのぐらいまでやってるんだろう、配信で。わからないけど。おそらくこんなエッチな漫画を紹介するまではしてないよね。わからないけど。え、プリちゃんのライブ当たった。素晴らしい。いいの、行きたい。マネージャーから連絡来てない？え、わかんない。来てたとしても私 LINE の通知全部切ってるから届かないんだよね、通知が。え、そう、私本当に通知来るのが苦手すぎて、あの、ゲーム以外全部通知切ってる。LINE も通知切ってるし、まあ、Twitter、インスタは当たり前に切ってるんですけど、あと、なんだ、何の通知切ってるかな。え、でも基本全部切ってる。通知は。来たとしても気づかないっていう。あ、もう電話されないとわからない。ゲームはね、アンサンブルスターズを今ずっとやってます。あの、めっちゃ課金してた大好きなゲームがことごとくサービス終了しまして、今、課金して一生懸命やってるゲーム、アンスタぐらいで。え、なんか誰か特定の人の通知を切ってるんじゃなくて、もう LINE 時代の通知を切ってます、私。
アイナナはたまにやる、あの誕生日の期間とか、あと好きなカード出た時とか。え、そう、キンプリはね、アプリっていうかね、なんだろう、アプリっちゃアプリか。そう、出る楽しみ。ヒプマイも最近もうやってないな。リリースされたばっかりの時とかはめっちゃ課金してたけど、もう今はアンスタばっかかも。もうアンスタにひたすら魂注いで。ねえ、来園も超楽しみ。あの 3D で踊るの嬉しい。え、そうだ、こまめに LINE は見てるんですよ。仕事の連絡とか気がつかないから。結構マジで3分に1回とかの頻度で見てる。なんか私 LINE の通知苦手なんだよね、来るのが。課金はあんま最近でもしてない。最近した課金はアンスタに、あの9周年のやつで限定パック売ってたからそれ課金したのと、イベントのためにちょっと課金しました。シノノンがシャッフル星4でいたので。でもね、星4とかだとあんまガチでは走んないかも。さすがに推しがね星5だったら、貫突まで星5かつ好きな美女だったら貫突まで走るんだけど、だからあのツアイベの迷いさんとシノノンが星5だったやつもそんなに走ってないね。あの晴れの日シュガーウェーブは貫突まで走ったけど、最近ねグッズいっぱい買うことなくなった。グッズ欲がなんかあんまないかも最近。最近はお金オタクごとで使うとしたら漫画か課金かコラボカフェとか、なんか少しばかりのグッズぐらい。え、アンスタマジでイベラン超大変だからね。あのシノノン貫突まで走った時はもうなんか燃え尽き症候群出ちゃって、結構何週間も開けなかったアンスタ。なんかイベランマジで大変だから、アンスタは自分の中で制御しないとキリがないけど、ちょっとカンニャが星5出たら頑張りたいなって思ってるから、今ちょっと石貯めつつカード育てて、カンニャ星5、まあ、できたら、まあ、ボーダー次第によるけど、できたら100位以内には入りたいかなっていう。貫突させればマジでそれもボーダー次第だけど、ボーダー高いとね、貫突だけでも全然そんな200位とかいけないけど、貫突だけで200位300位ぐらいは余裕だったりするから、100位かまあ2桁台90位80位あたり狙いたい。さすがにあのもう上位の方を狙う元気は私にはないので、元気とお金が私にはない。アンスタのランカーの人たち多分みんな石油王だと思う。本当に素晴らしいよっていう。特にあの茨が星5の時のバレンタインのやつは結構ボーダー高かったから、茨推しの皆さん本当にお疲れ様でしたって気持ち。え、ここ最近で一番ボーダー高かったイベントって何なんだろう。クライベなのかな。やっぱイバラのイベント、イバラの星子はだいぶボーダーめっちゃ高いイメージあったな。だから私もあれイバラ取るまで走ったけど全然だったから。そう、本当にイベランはね一日触ってないと無理だし、シノノンの星子を貫突させたその晴れの日シュガーウェーブの出発信号はちょうどスクミュのね大阪公演の期間と被ってたのかな、稽古期間が被ってたのかな。で、なんかその もちろん仕事の方も全力でやってるから、どっちも手抜きたくないなって思って、ってなった場合も時間は割けないからお金を割こうって思って、
シノノンの時はめっちゃお金めちゃめちゃ課金してどうにか頑張りました。時間が取れないならお金で時間を買えばいいんだって思って。あ、アルカイライドとクレビー、確かにあれは高そう。どっちもすごそう。あれラビッツ怖いな。ラビッツ誰とだろう、ユニット楽しみ。いや、お金ないけど、もうイベランするためなら頑張りました。なけなしのお金を削って、おかげさまで私の貯金はもう今ほぼない。あの趣味の貯金、まともなちゃんとした貯金はもう親管理であるから、それはもう全く手をつけさせてくれないんだけど、自分で趣味で貯めてた分はもうほぼ全部ないです。今やばい、こんなことになるなんて思わなかった。でもいいんです、幸せだから OK ってわけで。なんか本当にでもね、あのイベントとかね、命削ってやるものではないと思ってるので、走る方皆さんいろいろな界隈で言えるとものだと思うんだけど、あのおたかつでね、自分の首を自分で締めるってことは絶対やっちゃダメですよ。本当に自分の首をね締めてまでするものじゃないから、オタクってのは。本当に私はさ、今実家暮らしだからなんとかなってるけど、そうじゃなかったら多分今頃死んでました。もう食べ物買えなくて、もうどうか。あの最近は劇場のピンポン玉チャレンジがね、だいぶ沼要素だと思うんで、ピンポンにみんなお金を使いすぎないでくださいね。マジでみなみファンの人、自分のファンの人にめっちゃ言ってる。5000円使ってダメだったら諦めてねって。なんか卒業公演の時とかが本当に怖い。あの5枠しかないのよ、まずピンポン。本当にお願いだから、みんな5000円使ってダメだったらマジ諦めてね。特に卒業公演ドレス姿で撮りたいのもわかるんだけど、ちょっとみんなさすがにダメですよ。まあでも なんだろう、普段さチェキ取れる人間ではなかったじゃない今まで。だからね、その撮りたいっていう気持ちもわかるんだけど、私 AKB でいるうちのチェキっていうのがね、やっぱ貴重なものなのもわかるから、わかるんだけど、本当に私もオタクだったらお人チェキ撮りたいの一心で、あのやっちゃうと思うんだけど、みんな本当にあのピンポンで自分を苦しめないでください。お願いします、本当にそれだけはお願いします。きっとあのピンポンのお金で劇場をきれいに工事すると思うんですけど、わからないです、ちょっと勝手に言ってるだけ。これはみなみちゃんとチェキ取りたい、もう本当に無理だけはしないでください。ピンポンは入れば今までの課金チャラだから、ダメだよ、そんなこと思わないで、ダメだよ、ピンポン入ればチャラじゃないよ、取れたら実質無料じゃないよ、バカみたいなお金がかかっているでしょうが、ダメです、無理しないで、もうあの明日のご飯代を取っといてください。卒業したら取れる、わかりません、こればかりは何とも言えないけど、あの AKB 以外の場所でアイドルをやるつもりは今のところないので、あのなんて言うんですか、頻繁にチェキを取れる界隈ではないと思う。
わかりません。今後のことは何も私にはわかりません。これからの私の運命はわからないんですけど、ダメです、飯代取っといてください。ダメです、ダメです、飯代、飯代、交通費、家賃、光熱費、クレカ代、貯金、奨学金、あとなんだ、あとなんだろう、趣味、あの、なんか、あの、ピンポン以外の趣味、あ、交際費、あと、なんだろう、あと、なんでしょう、あの、なんだろう、あ、募金活動あの、犬とか猫の募金とか、あの、なんか、そういう、世の中のため、世の中、あの、自分が生きるためのお金を最優先にして、あの、それでも、いやー、今月予想以上にお金余ったわ、みたいな感じだったら、全然ピンポンいいんだけど、ちょっとあの、5000円使ってダメだったら本当に諦めてねって。もったいないから、諦めて。しかも今ステッカーだし、え、あのステッカーさ、私家に大量にあるんだよね実は。あの、もともとさ、あれコンサートのでピンポンやろうとしてた時にさ、配る予定のステッカーだったじゃんか。それがなくなったじゃん。でさ、なくなったけどステッカーも作っちゃってたからさ、メンバーの皆さんご自由にお持ち帰りくださいみたいなあって、じゃあ記念に持って帰ったんだけど、あまりにも大量すぎていらないなっていう、もはやみんなに配りたいんだけどさ、え、劇場持ってこうかな、ちょっと私これ家にあるんですけどいらないんで提供します言うて。くんじさんに渡そうかな、13日公演出るから。卒業公演の時だけサイン入りしようとか、みなみの、うっそぴょん、そんな何百枚もサイン書くの大変なんでやりませんもうあのサイン書きはもうあの武道館とかの特典で指が死ぬかと思うぐらいに書いたので、300何枚とか書いたからもう嫌です。私の卒業公演の時、多分私推しの人がいっぱいピンポンやるだろうから、私のステッカー在庫増やしといてください言うて渡そうかな、軍人さんに。本当にあんな大量にお家にあっても仕方がないので、いてててて、いてててて、なんかさ、喋ってることは全く苦じゃないんだけど、座ってるのが苦で痛い。え、今何時、え、11時、ちょっと待って、喋りすぎじゃない、私さ、どれだけショールームやってんの、やばい、なんかひたすらさ、キモい話でずっとショールームやってた、ごめんなさい、ほんとこんなはずじゃなかった。なんかもっとあの明日でお話し会最後だからとかさ、そういうなんかお話がしたかったら、なんかすーなんかキモい話しかしてない、え、キモい、私ごめんなさい、ちょっとキモたすぎてごめんピヨって感じなんですけど、キャー、なんか多分私卒業の日のさ、多分卒業公演の日終わったらさ、ドレスでショールームすると思うの、多分その時間ですらもキモい話して終わる気がする、そうなったらすみません。さすがにあの最後の最後のショールームはまともに
やると思いますが、そのショールームですらショタコンキモおばさんが出てきたら申し訳ございません。お許しを。なんかもうアイドルのショールームってわからない。いつも私ショールームするたびに変な方向に走ってるもん。あ、髪がボサボサになっちゃったよ。え、でもなんか、あ、なかちゃんさん、タコタワーありがとうございます。わ、ニコも、わー、タコタワーありがとうございます。お金大事にしてください。ということで、ちょっとそろそろ喋りすぎな気がしてきたので、私普通に明日も朝早いので、一部からなんで、みんなも早いと思うので。でもさ、みなみさ、え、ごめん、ここだけの話ね。私お話し会の日って本当に寝れなくて、今日も1時間寝てないんですよ。限界労働応援してください。体に投げるのか気をつけて頑張ってください。休めるときに休んで。私お話し会の日本当に寝れなくて、お風呂入るとどんなに眠くても目が覚めちゃう人なんですよ。だから今とかめちゃめちゃ眠いはずなのに、もう目バッキバキなんだけど、どうしよう、今日もなんか寝れない気がしてきた。困った、やばいやばい。最近の悩みなんだよね、寝れない。逆に朝の6時ぐらいになってようやく眠くなって、夕方に起きるっていう生活がを繰り返していたせいで寝れなくなってしまって、夜めちゃめちゃ今って眠いはずなのに全く眠くない。今日なんか今日も寝れる気がしないんだよな。どうしよう、ちょっとなんかもう寝かしつけのプロとかに頼みたい。寝かしつけてください私を、つって。何をしたら寝れるんだろう。お酒飲めないんですよ私。お酒飲んだらもうあのゲロゲロなんで、ほろ酔いこれでもうひたすらダメになっちゃうので、たまアレルギーなんですねっていう、アルコールアレルギーかなって。もう本当にちょっとだけ飲んだだけでも顔プワーって赤くなって、心臓バクバクバクってなって、クラクラクラってなって、それに目を背けてもうちょっと飲んでみたらもうあのトイレから出られなくなるっていう。あれからちょくちょく飲んでみてはいるけど、やっぱり治らない、変わらない。でもお酒飲むと確かに寝れはするけど、質の悪い睡眠だなってなる。なんかお酒飲んで寝ると私いびきかいてるらしい。すごい恥ずかしいんだけど、グースかピースかガースかグースかいびきをかきながら寝てるんだよ。最悪じゃない？ちょっと嫌だなって。飲みません、だからお酒は。でもさ、不思議なのがさ、じゃあお酒を飲んでないのにどうしてこんなにデブなんだって話。なんでこんなに太ってるのって。今日さ、もう悲しくなっちゃって、今日着てたお洋服さ、一番緩いところから2個目の穴のベルトに通してて、それまでさ私一番きついところぐらいだったの、ベルトの位置、あのベルトの穴があるじゃないですか、5個ぐらいあって、じゃあここが一番緩い穴だとして、ここが一番きつい穴だとしたら、今までここの穴に通してたのに、今日ここでここもちょっときつくて、あのできればここの一番緩いところに通したいなみたいな。でも身を張ってギリギリここに
通してたんだけど、なんで私ってこんなデブなんだろうって思って。でもさ、なんだろう、お腹に全てつくのかな。もうぽっこりお腹なんだよね、本当に。なんかお腹がすんごい、もう下っ腹がめっちゃ出てて、ママにさ、あんた太ったねって言われてさ、腕も確かにこんなたくましくなかった。この肩のライン、この辺とかもこんなたくましくなかったしさ、横から見た時の分厚さがなんか増してて悲しくなりました。なんか一番ポニョだった時期からさらに太った気がする。でも見た目は太ったけど体重はあんま変わってないっていう、だから多分筋肉が落ちたんだよね。最近は公園出てるのもあるし、あの顔見たら絞れてそうなのにってコメント見たせいで顔って言っちゃった、間違えた。公園出れてるのもあるし、あるからちょっといっぱい体を動かして落ちてしまった筋肉をね、頑張って取り戻していきたいなって。そろそろ本気でちゃんとダイエットをしないと焦りですね。夏も近づいてきてることだし、で今まで最近さ体型を隠すような服ばっか着てたから、なんかちょっと前までめっちゃミニスカートとか履いてたからさ、自主的に気をつけられてたのかな。最近ロングスカートとかばっかだったし、レッスン着上下ダボダボだから、私ダボダボの服とかばっか着てたから、そういうのもある気がする。やっぱ服装って大事だね。お腹出る腹出しのピチピチの T シャツとか着てみようかな。そしたらなんか痩せようってなる気がする。あんま好きじゃないんだよね。でもあったし、この T シャツもだって一番大きいサイズだし、XL だ。 T シャツ買うときいつもみんな一番大きいサイズ買うから、ダボダボしてるのが好きで、そういうのバーカ着てたらなんかプク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 太っていっておりました。何の T シャツ、これ今日5回ぐらい紹介してる気がする。歌のプリンス様の篠宮夏樹くんの T シャツです。後ろが可愛いんだけどね、全然何も見えない。最近の悩みは、僕の太陽のオープニングの衣装のベスト着てるじゃないですか、私だけピチピチなこと、つまりデブってこと。初めて出た時は全然さきつくなかったの。初めて出たのがさきぽんの卒業公演ね。あの時はさ全く、まあ、ちょうどいいかな、なんならスカートちょっと緩いかなぐらいだったんだけど、今もギリギリ全部ピチピチ。え、おかしくない？南が 4T シャツも XL。 明日着るよ。明日1、2部は南の方を、南が方を着ようかなと思います。誰の衣装、かおりちゃん、稲垣かおりちゃん、身長変わってないんだよね多分。めっちゃ歯に食ってこ、うんうん、まあ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 、やばい、そろそろ終わろう。ちょっと待って、足しびれてきた。え、かおりちゃん SNS 消えたの？知らなかった。消えちゃったんだ。で、インスタもツイッターもどっちも？
確かに。でもそうなんだ、そうなんだ、知らなかった。去年の仕事待ち。うん、でも LINE は持ってるから全然連絡は取れるし、誕生日の時お誕生日おめでとうって LINE 来てるから、8月3日に。そうだったんだ。まあでも確かに私ももう何も活動しないってなったら消すかも SNS。 最速だった気がする。かおりちゃん会いたいな。なんかジョロキみんなに会いたい。結構ナギュとかは会うのよ。ナギュとマイちゃんは結構合うんだよね。でもナギュはさ今アイドルやってるじゃんか、フルッパーと、フルッパーさんとキャンキューさんの妹分でスイステちゃん。舞ちゃん一切活動してないからさ、みんなは実は会う機会ないよね。結構舞ちゃんとはさっきも LINE してた。それこそあのベルトの穴の話したしね、デブになった最悪って話を。舞ちゃんは変わってない、何にも変わってない。たやちゃんは私わかんないや。一回さ、ね、連絡先変えちゃったことがあってさ、消えちゃってるんだよね。でもまなかちゃんがね、たやちゃん連絡取れるはず。私元気そうだった、写真を見せてもらったんだけど。かなぶんもきっと元気です。 SNS で更新してる人はみんな元気だよ。舞ちゃん叶姉妹くらい何やってるのか分からない。おもろ、叶姉妹おもろい。舞ちゃんはいつもなんか相変わらずいっぱい食べてます。まいちゃんさん、あのインスタグラムのさ親しい友達っていう機能あるんだけど、あれになんかみんな入れてもらえてるの。あれになんかラーメンの写真とか載っけてる、よく。あとはみなみちゃんと一緒にご飯を食べに行ったりしております。まいちゃんが飼ってるクロエっていう犬がいるんだけど、クロエに合わせろって言ってるんだけどさ、合わせてくれない。ということで、ちょっとそろそろ時間だと思うので、ランキングの方も読んで本日のショールームおしまいにしようと思います。ちょっとあまりにも喋りすぎた。明日もお話し会あるのでこの辺で終わります。じゃあランキングを読むよ。13位、デーマンさん。12位、ムギくん。11位、ナカちゃん。10位、マサマサさん。9位、ノンタさん。8位、スーミンタイヒさん。7位、ケネスさん。6位、マヌビンさん。5位、西原翔海さん。4位、クレさん。おめでとうございます。ありがとうございます。来てくださってありがとうございました。イェイイェイ。ハイタッチ。バシ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 。ということで、3位、カリモフさん。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございました。こんなつらつらとひたすら喋り倒してるショールームを見てくださって。すでに、のんきちさん、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。のんきちさんもこんなつらつらとひたすら
気持ち悪いおしゃべりしてるところ申し訳ございません本当に。そして1位は直樹くん、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうね直樹くん、タワーもありがとうございます。黄金に輝くタワーも嬉しいです。とってもありがとうございます。ということで本日はねこの辺でおしまいにしたいと思います。え、やばい、なんか目についてる、恥ずかしい。ミヤニで思い出した、みなみさんちっちゃい時さミヤニめっちゃ出てさ眼科行ったことある。異常なぐらいにミヤニが出るからっていうので、そういう話もさアイドルのショールームでするんじゃないよって話だよね。すいませんね本当にも。ということで、まあ、卒業まで残り1ヶ月ちょっと、明日が最後のお話し会ということで、ショールームあとどのぐらいできるかわからないんだけど、まあ、なるべく卒業までいっぱいショールームできたらいいなとも思わなくはないので、明日も気力があれば元気だったらやるかもしれない。あ、でも明日は、明日こそやった方がいいか。今日が最後のお話し会でした。お話し会こんなことがあったなみたいなお話ができたらいいなと思うので、ワンチャンもしかしたら私の気力と元気があれば明日のお話し会終わり今日と同じぐらいの時間にやるかもしれないので、またショールームやった時にはぜひとも私のくだらない気性いお話を聞きに来てくださればいいなと思います。ちょっと明日もしやるってなったら今日みたいなキモいショールームはしないように努力するんで、ということで明日またお話し会来てくださるよって方はいっぱいお話ししようねって感じだし、お話し会来れないよって方は魂を飛ばしてくれれば嬉しいなって思うし、ショールームやった際にはいろいろねコメントとお話ができたらいいななんて思うので、またショールームでお話ししましょう。ということで本日はこの辺でありがとうございました。ありがとうね、こんな長々と3時間ちょい付き合ってくださって、あのショールームはなかなかやらないもんで、一回やると何時間もやってしまうっていうのがあるんだけど、今日はこの辺でおしまいにしたいと思います。ありがとう、またね、また明日お会いできたらしましょうね。それではおやすみなさい。まだ寝ないけど、これからお風呂入るけど、またね、バイバーイ、切ります。